ここは親父の作った村だよい。白ひげの親父さんがか？どういうことじゃ？貧しさゆえに天井金を払えず世界政府に加盟できず、非加盟国は大体そうだが、海賊も人さらいも横行し無法の島になる。国は滅び、不幸な孤児ばかりが増え、親父もその一人だったんだよい。そして幼少期、早々に海へ出た。海賊になってからもこの土地を気にかけ、身分を隠して汚れた金と物資を放り込み続けた。生涯な。家族は元から、友人ももういねえが、この島が故郷だからだ。汚れた世界に金のきれいも汚いもあるもんかよ。ありがとうよい。あの恩知らずに一泡吹かせたかったが。親父は実はケチだったろ。人の酒を欲しがるし、店で酒をおごってくれたこともねえ。自分の宝の取り分は全部ここに貢いでたから。みんな知ってたけどな。なるほどの。ここはつまり親父さんの最後の形見いうわけか。ああ、若神が墓も近くに建ててくれたしな。